はい、それでは上脇からこの表題の論文について説明します。今回なんですけど、センチメントを一応評判とか感情とか揺らぐので、感情というふうに表記しています。はい、はじめにアブストラクトです。このペーパーの内容としては、ステートオブジアートを達成したツイッターの感情分離器 CNN と LSTM を用いたものについての内容です。で、最終的な、CNN と LSTM は再度ファインチューンした、セムイーバル2017のツイッターデータセットでトレーニングしたものとなっています。で、パフォーマンスを向上させるために、いくつかの CNN と LSTM 一緒に使いましたと。で、この手法は40チームの中で5つの英語のサブタスクで1位だったという内容のものです。次にイントロダクションについてです。ツイッターの曲線を決定するタスクは、タスクの理解がしやすく簡単な方法で、良い結果を得ることが可能ということが言われています。で、セムイバル2017のコンペでは、5つのサブタスクがあります。で、この5つのサブタスクについてはリザルトのところで説明します。はい、でタスク その詳細についてはこの論文を参照してくださいとのことでした。で、深層学習の手法はいくつかの NLP のタスクで従来の手法を大幅に凌駕していって、で感情分析も例外ではないというふうになってます。で、感情分析においても有用な、深層学習の CNN と LSTM を用いて、これらを組み合わせたりして感情分離器を構築するといった内容です。はい、で、こちらが、今回使用した、CNN の小さいバージョンとなってます。でインプットは単語にトークン化されたツイートで、全体のツイートがツイート内の単語数 ×200 のマトリックスにマッピングされるというふうに書いてありました。はい、で入力されているものがこちらですね。こちらの単語がバーッと入って最終的に結果が出てくるといったものになってます。はい、で次に、LSTM についてです。で、こちらの、図も LSTM 今回の実験で用いたものの小さいバージョンとなってます。で、LSTM は2つのユニットを用いて入れているというふうに書いてありました。はい、で次にトレーニングについてです。今回トレーニングに使用するデータセットとしては、サブタスク A については 49,693 の人手でラベル付けされたツイートとなってます。でサブタスク C と E については 38,49 の人手でラベル付けされたツイートで、サブタスク B と D については 18,948 の人手でラベル付けされたツイートとなってます。でこれらの他に1億の英語のツイートを取得して、その中から500万のポジティブツイートと500万のネガティブツイートのデータを抽出しているといった内容です。で、このスマイリーのようなマークはポジティブに分類されたりして、そういった顔文字のようなものもそれぞれ分類されています。はい、で次にトレーニングについてです。最初に教師なし学習ということで、取得した1億のラベルなしデータを使用しています。で学習に使用したモデルは下記の3種類のアルゴリズムです。で全てのアルゴリズムにおいて最初に公開された論文著者が提供するコードをデフォルトで使用しているとのことでした。はい、で次にディスタントトレーニングです。極性情報を追加するためにこのトレーニングをしています。ディスタントトレーニングには CNN を使用して、初期値はこの前の教師なしのフェーズで学習したエンベディングを使用しています。次に、この抽出した500万のポジティブツイートと500万のネガティブツイートのデータを用いて CNN をトレーニングして、要はポジティブとネガティブのこの中間領域のら辺で、ネガティブなのにポジティブの方に混ざっちゃってるノイズっていうのを分類しています。で最後にスーパーバイズドトレーニングです。このトレーニングではセムイバル2017から提供される人手でラベル付けされたツイートをですね、先ほどサブタスクのところで説明したそれぞれのツイートを用いています。CNN と LSTM のエンベディングの初期値はこの前のフェーズでファインチューンしたエンベディングを使っています。モデルはテンソルフローで実装されて、実験はこの GPU を使っているとのことでした。で分散を軽減して精度を向上させるために10のCNN と10の LSTM 統合して用いているということでした。はい、
で次にリザルトです。で各モデルのパフォーマンスとそのバリエーションを評価するためにトレーニングデータセットに今回の2017のデータセットを使用することなく2013から2016年の過去のツイッターのテストセットに今回のモデルを適用してのスコアがこちらとなっています。で今回この表ではサブタスクの A に焦点を当てているんですけれども、これはサブタスク A が最も一般的な傾向が出るタスクだからということでした。はい。で今回のここに出ているスコアなんですけども、正と負のクラスの平均の F1 スコアを使用しているということでした。で、これが2017年版で使用されている暴露平均のリコールとは異なるんですけれども、2つのメトリックの間に相関関係、強い相関関係があったので、この分析においてその値が影響してくることはないというふうに表記されていました。はい。で、こちらの表なんですけど、実験したものの中で、重要なものだけを挙げている表で、全てではありません。で、この表1から、グローブの教師なし学習アルゴリズムはファストテキストとワードツーベックの両方よりもスコアが低いということが分かります。で、この理由としては、アンサンブルモデルにグローブのバリエーションが含まれていなかったというのが、挙げられています。で、クラスウェイトまたは、ディスタントトレーニングがないとスコアが低下してしまうということも挙げられていました。はい。で、今話したこの3つのバリエーションを除くと他のモデルは割と同等のスコアが出ているというふうに書かれていました。で、しかし、このアンサンブルモデルは他の全てのここのモデルよりも効果的に優れていますと。で、実際これらのここのモデルは同様のスコアであるんですけど、その出力は十分に相関していないので、これはアンサンブルモデルは少しそのスコアを上げるといったことが書かれていました。で、次に、上のテーブル2についてです。で、ここに書いてあるシステム1から6まではここのところに内容が書いてあるのでちょっと見にくいんですけれども、見ていただけたらと思います。で、これらのモデルがどのように相関しているかを知るために、任意のモデルペアの出力確率間のピアソン相関係数を計算しました。で、この表から、最も相関のないモデルは、異なる教師付き学習モデル CNNLSTM と、異なる教師なし学習アルゴリズムワードツーベックとファストテキストであることが分かります。はい。で、次に、下のテーブル3についてです。表3、このテーブル3は、2017年のテストセットのシステムの結果です。で、2017年のテストセットの予測では、過去のテストデータを含む利用可能な全てのデータを使ってトレーニングしているということでした。で、今回のシステムは5つの英語のサブタスク全てで最高のスコアを記録しています。で、サブタスク A についてなんですけれども、今回のシステムと他のチームのシステムのこのスコアが一緒になっているんですけれども、精度と F 値に関しては我々の方がすごいというふうに書いてありました。はい。次に、コンクリュージョンです。セムイバル2017年のツイッターセンチメントアナリシスコンペティションのペーパーでした。で、ツイッターの分類を現代のトレーニング法に加えて深層学習のモデルで実験しました。で、最後のモデルは10の CNN と10の LSTM を用いて、異なるハイパーパラメータとトレーニング法で実験しています。で、参加した全てのタスクで1位だったということです。で、最後にフューチャーワークです。今後は CNN と LSTM を組み合わせたモデルの探求と、あとアンラベルドデータとディスタントデータの量によるモデルのパフォーマンスの変化の調査をしていきたいとのことでした。以上で発表を終わります。